株式会社店舗 B の田島です。今日は売れるテナント居抜き物件の探し方、ロードサイド店舗の情報はなぜ不動産屋さんにないのかについて話してみたいと思います。私は大阪で店舗専門の不動産会社を21年経営しています。物件を紹介した時に、こんないい物件何軒不動産屋さんを回ってもなかったということを言われる時があります。ここでいういい物件とは、周辺人口が多い、交通量が多い、人通りが多い、駐車台数が多い、こんな感じの物件です。でこのような物件というのは、もともとコンビニやファミレス、ラーメン屋、服屋、メガネ屋、こういったところのチェーン店が出店しています。でそして皆さんもこういう店舗の居抜き物件を探しているんじゃありませんか。そのような物件の探し方について話をしていきます。郊外にある外食店舗や物販のチェーン店が出店している駐車場付きの店舗、これをロードサイド店舗と言います。でそこでこの動画を見ている皆さんに一つ質問したいと思います。こういう物件の土地の所有者に、このロードサイドのテナントを紹介するのは一体誰だと思いますか。多くの人が不動産屋と答えると思います。実はこれは間違いです。答えは建築会社なんです。でこれがいくら皆さんが町の不動産屋さんを回ってもロードサイド店舗の居抜き情報がないという理由につながります。ロードサイドのテナントが退店するときは、だいたい3ヶ月ぐらい前に退店予告をテナントは家主さんに通知します。で退店予告を受けた家主さんは、建て替えるときは建築会社に相談し、居抜きテナントを募集するときは店舗専門の不動産会社に依頼します。ですから町の不動産屋さんは、新築でも居抜き物件でも基本的にロードサイド店舗を扱うことはありません。以上のことから、ロードサイド店舗のような居抜き物件を探すときは、店舗専門の不動産会社に依頼しなければいけないということになります。店舗物件を探される人も、多くの人がよく物件をネットで探されると思います。例えば大阪市で店舗面積が20坪とか、大阪駅で徒歩5分、賃料20万円のような具体的に情報を入力して探そうとする方が多いと思います。ですがそれはマンションなどの住宅の探し方なんです。ロードサイド店舗の物件はネットに掲載されることはほぼありません。ですからネットで物件を探すのではなく、まずネットで店舗専門の不動産会社を探して、電話やメール、訪問などでこのような物件を自分は探しているっていうのを伝えるという方法しかないんです。町の不動産屋さんを訪問しても物件情報は持っていることはほぼありません。ロードサイド店舗の居抜き物件は店舗専門の不動産屋が情報を持っています。これ時々店舗専門の不動産屋さんっていうふうに説明すると、それがどういう不動産屋さんか具体的にわからないという声を聞きます。もしよかったら、この概要欄に当社のホームページのリンクを貼っておくんで、ぜひ一度見てみてください。それで店舗専門の不動産会社のイメージが湧くと思います。多分町の不動産屋さんとは全然違うっていうのが分かってもらえると思います。そして次に、自分が出店しようとしている地域の同じような店舗専門の不動産屋さんをネットで探してみてください。そういう不動産屋さんに相談することがいい物件を探すコツです。今後もこの動画では出店を考える皆さんに役立つ情報を配信していきたいと思います。良ければチャンネル登録をお願いします。